どうしたんだ、ハルカ。よ、久しぶりだな。お前、浜崎。すまねえな、迷惑かけちまって。あの子は？ああ、はるかか。あいつはあんたのことが嫌いなんだろう。なるほどな。まあ、無理もねえ。ところで浜崎、お前脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしてもまた罪を重くするだけだ。そうだろう。何日か前、冴島という男がここを訪れた。その時お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か？ああ。そうか、冴島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか、やはり知り合いなのか。ああ。それで冴島はどうした？ちゃんとカムロ町には行けたのか？ああ、向かった。その後無事にたどり着いたかまではわからないがな。そうか、そうか。お前、あの冴島って男とはどういう関係なんだ？兄弟だ。やつは俺の兄弟分だ。兄弟？キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだ、お前。俺は兄弟を男にしてやりて。だから頼む。俺の最初で最後の頼み、聞いてくれ。
これは俺が脱獄した後サツとの取引に使おうとしていた物だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯とその資金面での金の流れが書かれている。これは今から5年前あんたも関係したあの登場会の消えた100億事件、実はあの事件で動いていたあの金も沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金だったんだ。どういうことなんだ。これを見てくれ。俺らがいなくなっちまった登場会で今とんでもねえことが起こってるんだ。俺はな、キリュウ、あんたにもう一度あの町の頂点に立ってもらいてんだよ。
そうじゃなきゃ俺たちが命かけてきた登場会がなくなっちまうんだ。ねえねえおじさん、あの人は？天崎さんだ。俺の昔からの知り合いで。ダメ！近寄らないで！はるか、姉ちゃん。この子たちに近づかないで！はるか、おじさんは黙ってて。私はね、この人のこと許したわけじゃないの。おじさんは忘れたの？この浜崎って人は1年前おじさんのこと刺したんだよ。私それ目の前で見てたんだよ。ふん、そうだよな。俺は悪党だもんな、浜崎。悪かったな、はるかちゃんよ。その子たちに近づこうとして。はるか、もういいだろ。よくない！いいわけないじゃない！おじさんは本当に浜崎って人のこと信用してるの？ああ、してるよ。もういい。もう私、おじさんがどうなっても知らないから。
安心しな。キリュウは東京へは行かない。それに俺も今すぐここを出ていくよ。天崎、もう決めたんだ。俺は佐江島に真実が伝わりゃそれでいい。それは他の誰かに頼むとしよう。だからキリュウさんよ、あのファイルのことは忘れてくれ。あんたにはここでの新しい生活があるんだろう。でもそれじゃお前が。心配すんな、俺は結構しぶとい。獄中で佐江島の帰りをゆっくり待つとするよ。浜崎、これ以上調べても同じです。とにかくもうお引き取りください。ちょっと待ってください。あんたもしかして西島大河の知り合いか。ええ、大河は私の兄です。ちょっと警察署の前では都合が悪いな。もしよければ少しお話を聞かせてもらえませんか。え、もしかして兄のことで何かご存知なんですか。ああ、場合によっちゃあんたの力になれるかもしれん。とにかく人目のつかない場所に行こう。お付き合いいただけますか。はい。
どういうことだ、こりゃ。どうした。変な連中が大量にビルに入ってきやがった。刺すかもしれん。どうする、キリュウ。今警察に捕まったら説明するのに時間がかかる。とりあえずここを出よう。はい。間に合わなかったか。警察じゃない。誰なんだこいつらは。あの男。探したぜ浜崎。まさか生きていたとはな。Ugh!
Yeah!
俺がやる。だからあんたは一刻も早く冴島のところへ。浜崎さん、お前どういうわけか分からんが、安子さん、あんたも命を狙われてるようだ。キリュウ、ああ分かってる。俺も一緒にカムロ町に行く。え、すまねえな、 あの子供たちを裏切るようなことをさせちまって。俺はお前に頼まれてするわけじゃない。
カムロ町に行くのは俺の意志だ。早く行け。こっちのことは心配するな。ああ、行こう、安子さん。はい。浜崎さん、ありがとうございました。兄にあなたのような親友がいたこと、誇らしく思います。やめてくれ、そういうの。兄には必ずあなたのこと伝えます。いいから行け。さあ行こう。山になっちまったみたいだな。